稲田議員の LGBT 法案に対する主張に飯山あかり氏。だから、変質者と女性自認者をどう区別するのかって聞いてんのよ。がネットで話題。内容はこちら。稲田議員の LGBT 法案に対する主張に飯山あかり氏が苦言を呈しているようです。では、飯山あかり氏のツイートより内容を見てみましょう。飯山あかり。だから、変質者と女性自認者をどう区別するのかって聞いてんのよ。変質者が女装してトイレや公衆浴場に入ってくるとの批判が殺到しました。しかしそれは、れっきとした犯罪であり、今まで通り警察が取り締まる。変質者が出かねないとの批判は、この法律とは無関係で、完全な誤解。これは、多くの国民の総意だと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。区別できないですよね。その質問には全然答えないよね。しらばっくれるのも大概にしろ。都合の悪いことは徹底的に見て見ぬふり。稲田氏は完全に左側へ行ってしまいました。巧みな言葉遣いで論点をずらしてごまかす。偏差値エリートの特徴。偏質者が出て被害が起きてからじゃ遅いですよね。稲田議員は論点をすり替えていると思います。警察が取り締まる時にはもう遅いんですけど、何か起こってからでしょう。警察を呼ぶのは。変質者と女性自認者の見分け方について、かたくなに口を閉ざしていますよね。次はこちら。俺は男だから想像だけど、女性が入浴中に男が入ってきたりしたら、トラウマになるんじゃないかな。で、この法案はその可能性を高める。警察が捕まえたとしても、この法律で差別だ、心が女なのにって言えば逆に警察を訴えることができるんだろ。心が女なら女子校に入れんのか、宝塚に入れんのか。体は男だけど心は女で性癖割れずです。どうする？罪に問えるの？ LGBT 法案を成立させた政治家は国民の全ての疑問に対し真摯に答える責任があると思います。次はこちら。心は女性であろうがなかろうが、性転換手術を行わなければ男性として扱う、でいいじゃねえか。でも、これをはっきり言わない稲田。生物学的に男性であれば、変質者も女性自認者も等しく犯罪者として逮捕する、としっかり断言すればいい。稲田さんがそう言えば現地取れるから、警察もそう動くんじゃね。なぜはっきりと言えないのでしょうかね。はっきりと言わないし、法律に書き込まないから混乱を生むのです。最後はこちら。LGBTQ の活動家の言うことを鵜呑みするから、変質者との区別がつかない今日この頃。トランスジェンダーと会って話したことあるのかな？この手の奴らは、自分らがやられてみないと理解できないクソだからな。自分が嫌な怖い思いすれば、容易に理解できるだろう。国会議員とか弁護士とかって、こんなんでいいのか？ LGBT 当事者ではなく、LGBT 活動家の意見だけで法案を推し進めるからこうなるんですよ。結論。変質者が女装して、女子トイレや公衆浴場に入れば、警察が取り締まり逮捕する。それが当たり前なのはわかるのですが、その後の裁判で、変質者が、自分は心が女だと主張すれば、変質者が勝訴してしまう、もしくは刑が軽くなるようなことは起こり得ないのでしょうか。今でさえ、駅の女子トイレに女装男性が侵入しても、駅員は、LGBT のことがあるので、自称女性の男性が女子トイレに入るのを止めることはできない、と判断せざるを得ない状況が生まれています。LGBT 法案のせいで、明らかに世の中が混乱しているのです。LGBT 法案を成立させた政治家は、LGBT 法案により生じた世の中の混乱を即刻払拭してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。